ゲーム様、スタンビ外に入れたれれれれ。よくやったさ。偽物をスタンビーズを持ってくるなんぞ。見えすいた汚い手を使いよって。マリオ、なんじゃ、何か言おうか。負け惜しみでも言いたいんか。ん？なんじゃ、ピーチ名を返せ。スタービーズの偽物を渡そうとする。そんなせこやつのピーチ名を返せないね。見からでのサビドもんじゃ、潔く諦めな。はははは、マリオがなぜか笑い始めです。そういや、この場に一人いないな。何がおかしいんじゃ。ピーチミが二人どういうことじゃ。あなたたちが連れ去ったそのピーチミは偽物よ。こんなこともあろうかと私の偽物を用意しておいたの。あなたたちはまんまとママに引っかかったのよ。ぬぬ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 。さあマリオ、とっとと帰りましょう。ま、待て。何が何でもピーチミはもらっていくぞ。ああ、降ろされた。あれー、そしてさっきの変装したやつが連れ去られました。あれは一体こっちということはこの PGM はマリオ、本当にありがとう。きっと助けてくれて信じていました。本物です。ちゃんとこっちは本物です。はい。おーい、ルイジのいないところで何やってんだ。あれ、カメジェット、ボロボロだね、もう。ボロボロのカメジェットな。ずっと口塞いでんだよな、にしても。スタービーズとピーチ目、ようやく2つ揃ったわい。偽物のピーチ目、びっくりした、れれれれれ。もう混乱してたんだよね、多分。偽物を使うって分かってて、で、今連れ去ったの偽物がこんがらがっちゃったんだろうな。ふん。やることがせこいんじゃ。ピーチね、面白いなかなかあるしね、持ち主よな。ん？ところでピーチ姫、なぜに手で口を押さえているんじゃ。何か隠しれるか。うんうん。ああ、後ろに動く。うわあ。ひげ。ゲラゴピッツ。今の見た？はい、しっかりとゲルゴピッツ、はい。やれ。あはは、うわー、すげえ。なんでそれに気づかないんだよ、おめえもよ。声でわかるだろ。おおおおおおおで、死ぬ。あ、何何ルイズ、何何脱が。もう脱ぎ捨てろ、それのですわ、早く。でも取り戻したところでルイズ逃げ場がないぞ、これじゃあ。取り戻したはええけど。あ、開いた、やった。あ、パラシュート。ぬぬ、一度ならず二度あれも。早速後をルルル。いや、それよりキノコ国に行くんじゃ。キノコ国？ははははは、着替えを持っていたからそういう風にも使えたんだね。あ、マメック、さすがマリオブラザーズ。スタービーズは無事かな。おおおお、ちょっとワルイージースタービーズ手に入れたはええけどさ、ルイージ着地予定ポイント。マリオがもうそれをさ、一瞬のうちに予想できんのがすごいな。ええ、無事に逃げ出していればよいんですが。お、やってきましたかな。だいぶ着地予定ポイントからずれてるけど。全然違うとこ行ったけど。あ、マメック欲しい。おお、マメック殿。
スタービーズも取り返したでね、なんだかんだで。着地成功、スタービーズもこの通り。あれ？ところでルイジ君は？あっちに埋まった。あっちの方でもがいていますわ。あ。成功してんのかしてないのかわかんないな、これじゃ。ははははは。さすがルイージ君。見事なモブグリっぷりだね。マリオ君、彼のことは君に任せるよ。僕は帰って、スタービーズを安全なところに移さないといけないからね。じゃあ、ルイージ助けに行かなあかんくなっちゃったね。ここにいては姫様が毒舌じゃ。城に帰るんだ。え、でも城に帰るの危なくない？読まれてるよ、それ。はて。とりあえずマリオで、ルイージを助けに行かなくちゃいけないんですけど。え？今の時点なんだっちょ？あ、パーニョ？こいつは、緑の野郎だっちょ。ということは赤い野郎の近くにいるはずだっちょ。とりあえず、新人、こいつを縛りをつけておくっちょ。あれ？パーニョ新人いたっけ？ってなるんだよな、こうなると。あ、はい。あお！よっと！マリオ一人だぞ！お前。待って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 多くね多くねガロンガロンって何ガロンって何怒りんぼブルス。ちょ待って、これこれを積んでないいろいろと。さすがに。うん、逃げよう。ん？あれ、ルイージ縛られてる。ファイヤーで燃やしと、ツタを。熱いよ、ルイージ。あ、大丈夫だった。マリオ、ルイージ、久しぶりに再会や。にゃははは。お、誰だ？パーニョ。感動の再会っちょね。俺のハンカチも涙でぐっちゃりっちょ。何分ぶりだっけ ?30 分ぶりぐらいじゃない？あまりに葬儀ゲーしたから。赤いの、お前が来るの待ってたっちょ。俺はお前たちを倒すため、最強の新人を探す、最強の新人はもうね、そんな新人じゃないんだけどね。うん。だーりん、何の騒ぎなの？はは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 。あやー。いつだっけね、もうこいつ出たけど、偽のピーチ姫代行、キャサリンです。偽の、ピーチ姫大根キャサリー、もうこんなところにいたんだね。てか、もうこんなところにいないで。明日、ダーリン、二人きり愛を語らいましょう。誰がダーリンになっちゃう。今はこんなことする場合じゃないっちょ。俺のオーディション見事合格して、超大型新人のキャサリンになっちゃう。ダーリン、キャサリンじゃなく、キャッシーって呼んで。名前なんかどうでもいいんちょ。今度こそお前たちがギャフンと言わせっちゃうよ。新しいコンビの力を思い知りいっちゃうよ。愛の力をね。あ、似合ってる。いい。この際何の力だ、もういいっちゃう。いいの。とにかくお前らボコボコしちゃうよ。パーニョ、何戦目もう。さて、通例のごとくいきますか。じゃあ。キャサリン。まさかキャサリンが来ると思わなかったけどね。じゃあ行きますか。パーニョから。例によって、行きまーすー！レッツゴー！ 1、2、はい、よいしょ、はい、よいしょ、はい、もっと、マリコ、せーの、はい、何ダメージ ?422? あはは、カンカンになるわな、そら。はい、あ、やばみした。おっと、ハンマー使えないね、今。ハンマー奪われる。ハンマー奪われるとかあるんだ。へえ。まあ、なんでもいいけど。だって、ハンマー奪われても、やることは一緒！いけー！連打が多いんじゃ！304。あ、終わったね、これ。ありがとね。キャサリン。あ、ルイージ。マリオ。OK。そういや、キャサリンって実はね、今倒しちゃったんで、今更なんですけど、キャサリン怒んないんだね。へえ、怒らないんだ。
一応パーニョに対して防御行動を取ることがあるんですけど、その前に終わっちゃいましたね。ごめん。はい、はい、いけいけ、個性的な行動見られず。ここらなんでさ、マッチを使いのやつだっちよ。あ、お前もうクビだっちよ。あ、それってもしかして破局宣言です。破局宣言。いやショック。あこれはきっと神様が与えてくれる試練ね。この試練を乗り換えた時、私はまた一歩大スターに近づくんだわ。私負けない。頑張ってね、キャサリン。パーニョー、いいやつだったよ、お前。おれー。戻ってきたらこんなことに。マメイデが再びこんなことになっています。どうなってんですか、これ。おー、天道様のお怒りだ。お天道様お怒りなさってる。この場所はもうおしまいじゃ。うわ、怖っ。ちょっと、どういうことですかこれ。また破壊されちゃってる。ちょっと大丈夫なのこれ。大丈夫じゃないけど、どう見ても。ん、おお、マリオブラジャーズ、大変ぜ。ま、マメリアもうおしまいぞ。え、うわ、上から来た。クッパ城がマメリア城が攻撃を始め出したわい。うわー、クッパのアジトだ。完全にクッパの力を使って好き勝手やってるわ。完全にこれはもうあれだよね、八つ当たりに近い何かだからな、これじゃあ。うわ、そんなしあんでもって思うけどな。まあそんだけ悔しいんだろうな。スタービーズの PG も全部奪還されたからね、結局。ケロクッパの仕業じゃ。それからやったんだ、一目だめないぞ。PG メアはリトル、あ、PG メアはリトルキノコに避難したんだね。キノコ国に行くんではなく。よかったよかった。ひとまず延伸だね、そうしたら。クッパ城どうにかせんと、このまま国は。クッパ城のことなら、クッパの部屋からトイレの場所まで知り尽くしてる。そうだね、何回も言ってんだからね。おお、そうか。マリオブラザーズはクッパ城のエキスパートだと思うな。マリオブラザーズがクッパ城に行ったから心強いわ。あー、ルイージ嫌がっとるけど。いや、これは我が国の問題。無能、やめとけ、やめとけ無能。確かにそうだが、しかしお元気で。やめとけマメック、お前には無理だ。おお、マメック、どこに行くというのか。まさか一人クッパ城へ。女王様、我々も対策を考えませんか。そうじゃな、そうしよう。ドタバタしても始まらん。さあ、ということは、ああ、何、ちょっと止め、ああ、これは一人のことだが、どっかにストラブ。そうだな、 GBA でもお前同じこと言った気がする。あの露骨なさ、行き先を言うのやめてくんない。俺知ってんだけど。知ってるよ。